アンズタケは、ヒダナシタケ目アンズタケかアンズタケ属の小型、中型の均根性の食用キノコ。アンズの香りを持つことからアンズタケと呼ばれる。この香りは乾燥させると強くなる。地方名にミカンタケなどがある。ただし、この仲間のキノコは、肉眼では見分けがつきにくく、同族の何種かがアンズタケと相称されている場合が多い。日本では1908年に、 河村誠一により初めて報告されたが、これまで詳細な分類学的検討は十分なされていなかった。このため、新州大学の小川若奈良が日本各地に自生するアンズタケの生態と標本の形態並びに、隔離母ソーム DNA を調査したところ、4つのクレードに分かれることが判明した。このうち、競技のアンズタケを含むクレードは、 北海道で採取されたサンプルから発見され、川村が報告したアンズ竹の特徴に一致するサンプルは、インド産の C アプラナタスと近縁であること、さらにアメリカ産の C フォームス及び C アルトプスに近縁なクレードが発見された。このため、競技のアンズ竹以外の3種は未記載種だと考えられている。夏から秋にかけて、各種林内の地上に発生する。群生。 または、散る牛、しばしば金輪を描く。傘は、円形から、不正円形で、ロート型。傘形は2から8センチメートルで、周囲は波打つ。表面は、鮮やかな黄色から大色で、粘性はなく平滑。殻の長さは3から10センチメートルで傘と同色。または、傘よりは淡い色、中身で下に向かって細まる根本は、 白色の綿毛状の菌糸で覆われている。ヒダはいわゆるシワヒダで柄に、シデナマする。しばしば交差、合流、分岐し、連絡脈も多数ある。肉は緻密で縦に裂ける。胞子は白色。日本における知名度は一般に低いが、世界中で食用菌として非常に重宝されている。フランスではジロールと呼ばれる。 あんズタケのアシュが重要な食品として扱われている。あんズのような香りと胡椒のようなピリッとした味で、鶏卵、カレー、鶏肉、豚肉、香薄肉などとよく合い、ピザのトッピングやシチュー、マリーネ、フライ、クレープの具などに用いられる。伝統的には鹿肉と合わせて食べられる。他にもあんズタケシャーベットなどのデザートにされることも多々ある。 優秀な食菌だが、猛毒の甘時芯類と胃腸系の毒性を持つ、ノルカペラチン酸がごく微量だが検出されている。また、セシウム137などの放射性重金属を蓄積しやすい性質があり、チェルノブイリ原発の事故の影響によって、放射能を汚染された輸入アンずタケが積み戻し処分になった事例もある。福島第一原子力発電所以後の、 東日本においても放射性物質が検出されており、2017年、現在、山梨県、静岡県で採取された、安パケから帰生地の100ベクレル、キログラムに近い放射性セシウムが検出されている。厚生労働省や県は、該当地域での採取、出荷及び摂取の自粛を呼びかけていた。ありがとうございます。